みなさんこんにちは。ポテチン TV のポテチンです。いつもご視聴ありがとうございます。当たってるってる。さて、今回は巨大毒ウニを持って毒を制したお魚を釣りに行ってきました。もう皆さんお分かりですよね。それでは早速 VTR ご覧ください。どうぞ。そろそろ朝日が昇ってくる時間です。朝焼けがとっても綺麗です。海も、うねりもそんなになくて穏やかですね。時に潮目もあっていい感じです。ちょっと釣れそうな気がしてきました。今日持ってきた巨大毒ウニはですね、もうちょっと明るくなってから皆さんにお見せしたいと思います。毒ウニ超でかいやつ。あとですね、まだちょっと皆さんに言ってなかったんですけど、あれ島のバーサス台はやってたじゃないですか。私それの最終決戦なんですけど、ちょっとね、まだ微妙にコロナ禍なので遠征っていうのがちょっと難しいから、屋久島の方に行こうと思ってたんですよ。なのでもうちょっと間空けてから最終決戦はやろうかなと思ってます。あとね、ちょっと私の入院だったりとか、あと急に家を追い出されて引っ越しになったりとか、まあいろいろね、あったので、ちょうど良かったかなと思います。なので、もうしばらく待っててください。楽しみにしてた方多いと思うので。お、当たってるってる。当たったよね、今ね。当たってる、当たってる。まだね、朝一だからね、そんなに食いて買ってないと思うから。でも結構食べてますね。朝からしっかり食べる子がいるみたいです。私も朝からしっかり食べます。一緒ですね。早く食べないと他の子に取られるよ。基本的に私ガンガゼ持っていくときって結構大きいサイズを持っていくんですよね。野球ボール以上を選ぶかな。なんせ私の師匠であるおじいちゃんがですね、よく言ってたんですよ。でっかいのを釣りたいんだったらでっかい餌をつけなさいって。だから、私基本でっかいの釣りたいから餌はでっかいの。だから今日は巨大毒ね、すごいよね。何からあんなに守ってるの。石物とかか。すごいな。あと思ったのが、石台とか石垣台の、ご先祖様っているじゃないですか、きっと。でその子たちが初めてガンガゼウニ、毒ウニを食べた時って、多分あれだよね、命かけて食べてますよね。食べて多分一回何匹かは絶対毒にやられた子もいると思うんですよ。あと瀕死状態になって、でその中で復活を遂げて毒耐性を身につけて今のイシダイたちがいると思うんですよね。だからね、なんか最初の食べ物っていうか、最初にこう
今まで誰も食べてなかったものを最初に食べる人ってすごいよね。今魚の話してたけど、そうかな。あ、やばい、こっちも当たった。あ、え、当たったよね。あ、やばい、こっち当たってるやばい、当たってるってる、ダブルダブルで当たってるってるだぜ。で、どっちも一緒に当たり止まるんだね。カップだけでも入ろうよあ、入った入った入った、よし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 、あ、かかったよかった、よしよしよいしょ、きた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 、おい、突っ込むから突っ込むから石物など、よしよし、よしよしよし、どっちかが見えない、朝日でちょっと見えない、よいしょ、せーの、わっ、あ、ガッキーだ。あ、ちょっと待てよ毒に食べたガッキーです毒にガッキーなんか呼び方があまり良くないはい、毒に大好きガッキー、よし、おお、おいしゃ、やったぜ、やったやった、おいしょ、はい、ガッキーです。巨大毒ウニでガッキーが釣れました。まあそうね、ガッキー毒ウニ好きもんねやりました。あ、なんか食ってる、あーあー、食ってる食ってる、当たってるってる、あー、当たってる当たってる、あー、やったー、1メートルで変わるかな、あ、食った、食ってる食ってる食ってる、当たってるってる、さあ前だ、ポール中よ、
らすごい勢いだったよ。あ、すごい食べてる食べてる。あ、これは入るかな。離した。またつい。よいしょ。さあ、舞い込みの途中ですが、ここで視聴者の皆様から最近ポテチン図鑑サボりすぎじゃないって言われたので、ここでポテチン図鑑のお時間です。前回がですね、なんかマフラーにするとかなんとか言ってたこれ、あ、やばい、見える、ほわっ海ケム、あ、見えたね新しいの見えた。はい、海ケムシまでご紹介してました。で、今回新しく加わったのが、まず、はい、メイチダイです。同じ日に釣れたやつなんですけど、ウミケムシ、オニイソメ、どっちか分かんないけど、そっちを先に書いちゃったので、はい、高級魚です。知らなかったで、その次が、ちょっと待ってね、あ、ここでこう隠して折り曲げてこう持ってきて、あれ見えた見えたかな。で、はい、次、はい、キダカウツボです。ウツボ鹿児島だけなのかな、なんか地方の呼び方らしいです。木高さん、木高ウツボ、なんかよく釣れるのがこれ。正式名称あるのかもしれないけど、私には分かりません。はい、で、もう一匹最後これ、あ、そっか、もう次見せていいのか、両方。はい、今回の最後、トラウツボです。ウツボブラザーズはい、ね、ちょっと向き合って書いてみましたよいし、はい、ね、なんかね、トラウツボの方が凶暴そうに見えるんですけど、なんかトラウツボの方がおとなしいって書いてあって、いや、おとなしいって言ってもね、ウツボはどっちも凶暴だからねめっちゃ鹿児島になってしまったはい、あの、今回はこの3匹だけご紹介します、しました。ちなみになんですけど、この動画が配信されるのが、まあ、何も問題がなければ、12月の14日火曜日なんですね。で、その日のリアルタイムの私、一体何をしているかと言いますと、病院で全身麻酔打たれて手術台の上でぐっすり眠ってる頃だと思います笑い事じゃないんですけどねまあまあ、正直ちょっとまあ怖いなっていうところもあるんですけど、まあ、先生たちを信じております。で、あの、まあ、手術前の、あの、説明があるじゃないですか。で、その麻酔科の先生とお話しする時間もあったんですね。で、その時になんか全身麻酔は、あの、呼吸も止まるよって言われたんです。思わず、あ、私そんな長く息止められないけど大丈夫かなって思ってしまったんですけど、そういうのじゃないよねあ、まあ、言わなかったですよ。言ったら、こいつバカだって思われると思うからまあね、あまりね、そういう手術とか受けたことない人はそういうふうに思ってるっていうのはい、ただそのだけです。麻酔して目覚まさない人がいるとも言われたから、ちょっと怖いなとは思ったんですけど、まあね、そこはもうお医者さんをね、信じて手術受けるしかないので、うん、頑張って行っていきたいと思います。みーちゃん、もし私に何かあったら、ポテチン TV を乗っ取らせないぞそうはいかないぞ
ホームビデオか。あ、そう、みーちゃんにポテチン TPO を乗っ取られるわけにはいきませんので、はい。無事に、無事にというか、ちゃんと病気治してまた皆さんにお会いしたいと思っております。ということで、今回の動画はこち、こけこっこここまでとなります。で、続きは私の手術が終わった後に配信させていただきますので、皆さん楽しみにしていてください。今回の動画も最後までご視聴ありがとうございました。また皆さんお会いしましょう。ポテチンでした。またねー。バイバーイ。あ、そうだ。パキって言った。あっち帰ってきた。無事帰ってきた。